こんにちは、ミスタイムさん。いつもお世話になります。私ね、最近ね、筋トレの新しい形のチャレンジをしようかと思いまして、いろいろとね、参考にするものを、見ていたんですけども、ちょっと一個だけね、気になるスクワットがあったんですよ。そのスクワットってのが30秒で筋肉をバキバキにするスクワットってやつなんですけどもね、これちょっと面白そうだなと思うんで、100日をめどにね、始めてみようかと思うんですよ。じゃあよろしいですかね、ちょっと見ていただけますかね。というのがね、よいしょ、通常のスクワットとは違って、このスクワットは30秒しかやらないんですよ。まず一つ、つま先をこういうふうに開いて90度ぐらいにします。で、かかとを上げるんですね。その際、上げた後でかかとをこうやってくっつけるようにして足の隙間をなくします。で、まっすぐこのまま立って、これだけでも結構ね、お腹とか足にプルプルと筋肉の、震えが来るんですけども、この状態でまず10秒ですね。この時気をつけないといけないのが、前にこういうふうに傾いたりとか、後ろに反ったりとかしないように、本当にまっすぐ立つことなんですよ。このかかとをつけてつま先だけで立つ、この言ってみればね、スクワットの練習っていうかね、前段階なんですけども、これを10秒するんですよね。で、1,2,3,4 って10数えるんですけど、その時点でもう足がちょっとね、慣れてないとプラプラするんですよ。で、私も慣れてないんで、ちょっとバランスが取りにくいんですけども、場合によってはね、ちょっと壁を支えたりとかしてやってみてもいいかもしれません。で、これで10秒が終わったら、10秒がね、また終わりましたら、こっからそのまんまですよ、20秒スクワットを1回2秒のペースでするんですよ。1、かかとつけたまま、2、もうね、2回目で結構きついですね。3で、気をつけないといけないのは、沈んだ時に手でここでね、支えないことなんですよ。4、5ね、合計10回やると20秒になりますから、全部で30秒のスクワットになります。まずは立って10秒ピタッと止まること、この時点で結構ね、クラクラクラっときたりします。で、10秒ができたら、今度は先ほどみたいに2秒で1回のね、1,2っていうスクワットを10回して、合計30秒です。これだったら毎日できるでしょ。で、気がついたら1日のうちに1回ではなくて、何回も何回もやっていくってことが大事だと思うんですよね。とりあえずこれでどのぐらいの肉体の変化が出てくるのか、ちょっとね、レースをしてみようかと思うんですよね。というのが今日の私からの報告でした。これからもよろしくお願いします。いってらっしゃい。